リオハー、ヒイラギリオです。今日はですね、看護婦さんのコスプレでストレッチをしていきたいと思います。今日は足とお尻に効くストレッチをしていきたいと思います。まずこうやって、膝を立てます。膝を立てたら足を伸ばします。片方の足伸ばして、でそしたら片足上げた方の足を使ってまっすぐ上げる、まっすぐ上げるみたいな感じです。逆の足いきますね。よいしょ、続きまして、足をですね、あぐらをかけます。あぐらをかいて、あげます。よいしょ。四、五、六、七、八、九、十。あ、もうここら辺がね、すごい。効いてる。あっちゃ。初めはね、10回ずつくらいからやって、徐々に回数とかね、セット数を増やしていったらいいんじゃないかなと思います。筋トレ、やっぱり毎日続けていくのってすごい大変だと思うんですよ。だからね、気づいた時にやるって感じでやっていけばいいんじゃないかなって思います。で、あとね、何があるかな。あー、そう。あれだ。四つん這いになります。四つん這いになって、左右逆の両手足を伸ばす。よいしょ。このストレッチ、結構前にやり始めて、どこに効くのか忘れちゃったんですけど、なんか自分的に、私的に、この太もものお尻のところ、ここら辺、太ももとお尻のところと、あとこっちの足の外側の太ももに効いてる気がするのでやってます。ちょっとどこに効くかちょっと定かじゃないんですけどやらないよりはやった方がいいんじゃないかな。まあ多分ね、やると疲れるから効いてると思うんですよ。で、あとなんだっけな、あと、普通に足をね、こうやって。肉塊なのでね、頑張って痩せていきたいと思います。今日のストレッチは以上です。まあストレッチなんかすごくやってて、普段使ってない筋肉を使うと、あ、もう疲れた、ダメだってなるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと頑張って、あとダメだって思ってから3回とか4回とか数を増やしていくと、どんどん筋肉がついていい感じにナイスバディになれると思うので、一緒に体を動かしていきましょう。よかったらぜひコメント欄で感想とか聞かせてくれたら嬉しいです。あとなんかおすすめのストレッチ方法とかあったら、そちらもぜひ教えてください。それでは皆さん、バイバーイ。